カズです。ぶっちゃけリュウジのバズレシピに呼ばれてでモノマネとかさせてもらったんだけど、ぶっちゃけめちゃめちゃ嬉しかったです。はい、というわけで、いやー、今ですね、本日、10月20日の夜なんですけども、なんと私、じゃあたけやリュウジのバズレシピ本編に出演いたしました。最高っすね。最高。というわけでですね、興奮が冷めやらぬうちにですね、リュウジのバズレシピに出させていただいたですね、感動ですね、今日は、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、というわけでですね、まずはですね、祝杯をあげたいと思います。氷が、氷がですね、グラスに入れば入るほど大吉でございます。はい、いきたいです。はい。大吉です。これを見ている皆さんももちろん大吉でございます。この氷占いもですね、なんとリュウジのバズレシピ本編でやらせていただいたんですね。もうめちゃめちゃ光栄です。はい、氷占いもですね、もう本当にね、ちょっとこれ僕はね、これ反省してるんですけども、氷占いね、この偽物のリュウジがですねやってちゃんと入れてどうすんだっていう、ここは氷占いやって全然入ってなくて大凶です、これでしょ、でも皆さんは大吉です、これのはずなんですけどね、ちょっと真面目な性格出ちゃいまして、ちゃんと氷うまく入っちゃいましたね。こちらね、お酒いただきたいと思います。ブラックニッカいただきたいと思います。はい、本物のね、アルチューマシン見ましたから、まあ、本物も偽物もね、ないっちゃないんですけども、やっぱりリュウジさん家にあるのが本物のアルチューマシンですよね。うちにはないんで。いただきますね。はい。ああ、いいっすね。至高の感想動画を撮るにはですね、まず私自身を至高にしなければいけません。こちらいただきます、おっす、乾杯。最高っすね。でリュウジさんね、飲み方はまあ普通に動画で この飲み方、普通の飲み方もありますし、初期の頃よくやったのがこの持ち手を上にするこの飲み方、この飲み方やってたんですけどね、まあ、ちょっとせっかくなんでこちらで私、ね、ご本人の前で飲ませていただいたら一緒にやってくれて、でその時リュウジさんが言ってたのは重力を利用すると、重力で飲む、あうまい、最高、ね、正直重力で飲むっていう意味はですね、ちょっと深いなと思いましたけども、ね、いやでもなんかそうやって言ってくれるっていう、もうね、普通に会話してるっていうことがまずもう夢のようで、もう嬉しかったですね。本編を見てない方にここからちょっとネタバレになっちゃうんで、まだ見てない方もしいらっしゃったら概要欄から、リンク貼っておきますので、そちらで、ジャータケアが出た、リュウジのバズレシピの回、見ていただければ思います。で見終わった方にはちょっとここからネタバレになりますんで、ですね、僕はですね、まあ、4年前に料理研究家リュウジさんのモノマネ始めたんですけども、最初は深夜番組に出てるリュウジさんを僕友達が見て、ね、似てるよって教えてくれたんですよ。で調べたら確かに似てたんですね。こんな人いるんだ。そしたらこうしばらくしてたらどん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 その料理研究家リュウジさんがめちゃめちゃ人気になっていって、チャンネル登録者数が、90何万人ぐらい上がってたんですよ。で、あ、これは本当モノマネしようかな、今までモノマネは全然やったことなかったんですけど、モノマネやってみたんですよね。したらリュウジさん本人がリツイートしてくれたりして、まあ、それが本編でも紹介されたセグウェイに乗った料理研究家リュウジさんっていう、
動画なんですけど、まあ、未だにですね、僕 X のトップにさせてもらっているので、よかったら見ていただければと思います。はい、はい、乾杯。まあね、リュウジさんね、めちゃくちゃ優しい人でした。あのね、本当に僕みたいな本当にまあ、どこの馬の骨ともわからない売れてない芸人をですね呼んでくれて、でしかもちゃんとゲストとして扱ってくれるんですよ。ね、でなんか氷入れてくれたりとか、そういうなんか細かいね、なんか見えてないようなところでもずっとなんか気を使ってくれて、本当に気遣いのできる方だなと思ったのと、あとツッコミがうまいですよね。なんで僕がなんかもうね、モノマネとかなんか変なこと言ってもバチって突っ込んでくれるんですね。それがね、声も通るしね、めちゃめちゃうまいですね。リュウジのバズレシピの最近のゲストといえば、こうヤマピーさん、古舘一郎さん、江頭2時50分さんとか、そのあたりの方が出てる、そこに僕が出させていただくっていうのはもう本当にありえないことなんで、もう本当にね、もう今日死んでもいいって本当に思いながら行きました。はい、とは言ってもご本人に会うっていうの緊張と、で怖い人だったらどうしようとか、あと人見知りとかで、なんか俺どうなっちゃうんだろうって思ってたんですよ、その現場に行くまでは。でも現場に行ったらですね、嬉しさが勝ちましたね。嬉しさ勝つと本当になんか人見知りとかもしなくて、やっぱリュウジさんのことこう散々動画で見てたんで、うわ、なんか元々の知り合いっていうか、めっちゃ本当なんか友達みたいな感覚になっちゃいまして、本当に普通に喋れましたね。カメラ回ってないところでもなんかめちゃくちゃ失礼な質問とかしちゃいました。はい、まあでそれもね、何でも答えてくれるんですよ、リュウさん。すごい。いや本当に、だからなんか僕みたいな人にもね、ものすごいゲストにも分け隔てなく接してくれてるなって思いましたね。虚無ご飯作りながら、ちょっとね飲みたいと思います。はい、ではですね、リュウジさんの、虚無レシピの最も簡単にできる虚無レシピ、虚無ご飯を、作っていきたいと思います。ではですね、虚無ご飯のポイントはですね、まずこちら、砂糖のご飯の、蓋を開けるところですね。ここを蓋を開けることで確実に美味しくご飯が温まります。2分をセットして確実にスタートボタン押してください。スタートボタン押せないという方はですね、まあ、代用でですね、ボイルの方で、温めるということもできますので、はい、2分経ちまして、はい、砂糖のご飯が炊けました。これ炊けましたっていうのかな、こちらにですね、バターを乗せます。リュウジのかつお粉、はい、こちらですね、かつお節を温めて粉にしていただいてもいいんですけども、まあそのままかつお節をかけても全然美味しいと思うんですが、こちらリュウジのかつお粉、これを持ってる方はこれ適量なんですけども、僕はちょっと多めが好きなので2つまみ半ぐらいですかね、僕は。はい、醤油、お醤油、僕はね多めが好きなんですよ、この虚無ご飯に関しては。でそして味の素いきます。 1,2,3,4 振りかけていただきます。はい、というわけで完成です。で完成した後にすぐ食べないところがリュウジさんのポイントなんですね。完成したらまず飲む、まず飲みます。いただきます。うまい。これいただきますって言って一旦酒をいただくという、これがリュウジさん流ですね。で本当に食べるときはこうですね。はい、できましたのでいただきたいと思います。いただきますですね。はい、これはできましたんで、いただきます。
これは違います。これが出来ましたんで、いただきたいと思います。いただきますですね。いただきますは割とこうテンション高いですね。はい、でもう一回いきましょう。はい、というわけで、完成しましたのでいただきたいと思います。いただきますですね。これだけでめちゃめちゃうまいんですよ、これ。はい、でこのね、バターが真ん中にどうしても乗っちゃうんで、自分はですよ、自分はちょっとこう塗ります。バターをバターっと塗ります。まあちょっとこう広げるというか、これが好きです、僕はね。はい、これ本当僕の理由ですよ。じゃあ竹谷流の食べ方ですよ。ちょっとこう穴を開けるようにご飯にこう空気を入れます。でちょっとだけ冷まします。そうですね、まあ、30秒から1分ぐらい冷ませばいいのかな。でまあその間はまあお酒ある人は飲みます。よし、いただきます。よし、いただきます。よし、いただきます。たまんないっすね。はい、まあこういうことをやりながら、ちょっと時間経ちまして、うまっ、うまっ、こういうのでいいんだよ。いや、こういうのがいいんだよ。うまっ、こんな簡単でこんなに美味しいもの食べられるって本当に幸せだと思いますよ。日本黒胡椒を足しても美味しくなります。うまい、うまっ、完食。リュウジのカツオコ、こちら本当おすすめです。よし、リュウジさんとまあ本当に最高の時間でしたね。まあ、とにかく僕のモノマネを本当拙いモノマネですけど、まあ喜んでくれて、スタッフの人も喜んでくれてね。でまあネタの方はまあ評価こう低い評価にねなったんですけど、そのレビュー動画もよく見てるんで、自分のネタをこう評価してもらえてるっていうのがめちゃくちゃ嬉しくて、で C より下ってまず出ないじゃないですか。その C より下を自分の評価で出してくれてたっていうのがまあ本当に嬉しかったです。なんかわーみたいなリアクションしてましたけど、まあ、内心めちゃくちゃ嬉しかったですね。編集もめちゃくちゃうまいっすよね。面白く仕上げてくれて最高っすね。ほんと今まで生きてきて本当にこんなにいい経験ないっすね。たまんないっすね。チョモさんが辞められてたと、裏方になっていた、リュウジさんは、どっかのタイミング何かのタイミングで、ちょっとお伝えしたかったんですね、視聴者の方に。でたまたま僕が芸人の森山さんという、芸人と一緒に M1 に出る。で森山さんは、僕はリュウジのさんの格好で、森山さんはスタッフのチョモとして一緒に M1 に出る、そういうのをやったんですよ。そのエントリーしたことに対してリュウジさんは呼んでくれたんですね。本当に怒られる可能性マジで考えてました。なんで本当に相方をやってくれた森山さんには本当に感謝してますし、動画の中で一番受けた、チャンネル登録お願いしますが、ギャンブル中毒オフ会しますに聞こえる料理研究家リュウジさん、ギャンブル中毒オフ会します。これチョモ役の森山さんが考えてくれたネタなんです。ほんとすいません。これカメラ回ってない時にリュウジさんとスタッフさんに、いやこのネタチョモ役の人は考えたんですよって僕言ったんですね。本当それが実は一番受けました。なんでカメラ回ってない時言うんだよみたいなねことなんですけど、本当にね感謝ですね。はい、いただきます。うまい、うますぎるよ。動画の中で、ドラクエ5の話をしたというところが炎上しそうなのでスキップしますという形で端折られてたんですけど、コメントにもちょっとその話が気になるっていうのコメントがいくつかあったんですけども、その話が炎上するっていう感覚があんまりなかったですね。
話してる時からリュウジさんは話しながらこれ炎上するなとか言ってたんですよ。やっぱり感覚が鋭いリュウジさんとあとスタッフさんなんだなって思いました。まあ、僕みたいな本当ど素人の感覚だとゲームのことああだこうだ言ったって別にいいじゃんっていう感覚だったんですね。うん、なのでまあちょっとこの動画でも内容はちょっと言わないんですけど、ビアンカとフローラでどっちを選ぶみたいなね、そういうゲームじゃないですか。うん、でもそのことについて話したんですよね。まあ僕自身料理をめちゃくちゃしてるかというと実はそこまでしてなくて、でリュウジさんの動画を見るまでは本当になんかカレーを作ったり、クックドゥ要するになんか切って素を入れて終わりみたいな料理ぐらいしかしたことなかったんですよ。モノマネさせてもらうんでレシピとかも本当に作った方がいいなっていうことで見たらめちゃくちゃ美味しくて、家でもこんな美味しいもの作れるんだって思ったんですね。純粋にその視聴者として感謝してるしファンでもある。あの無水小松鍋っていうのがちょうど僕がモノマネし始めた頃に出された動画で作ってみた。めちゃくちゃうまかったですね。小松菜って独特の香りするじゃないですか。その香りがめちゃくちゃ生きてるんですね。リュウジさんやるピースをするということをね知ることができました。オッケーリュウジですみたいなことなんでしょうかね。動画でベロベロに酔ってる見えてあれ以上が実際はあると、これは興味深いですね。とにかくもう本当にこんなミラクルないっすよ。マジでないっすよ。ラッキーすぎるねえ。なのでもうせっかく出させていただいたんで、もうちょっとリュウジさんのモノマネとかリュウジさんのネタ、これからもどんどん作っていきたいと思います。もう最高の体験をさせていただいたんで、もう正直本当にまあいつ死んでも悔いがないと言いますか、本当にそんなぐらいの気持ちになってます。ただやっぱりせっかくね、こうやって多くの人に見ていただいたからにはね、これからもちょっとリュウジさんの、モノマネとかなんかリュウジさんのこのキャラクターでできるなんかネタとかを考えていきたい。なんかこう食材を使う何かお笑いのネタとか、もしくはなんか僕なりのなんか料理動画とか、上げていきたいなと思ってますんで、皆さん、チャンネル登録お願いします。あ、間違えました。ギャンブル中毒お願いします。